はい、群馬テレビ杯優勝戦です、これからインタビュー行くんですけれど、明日は朝倉くんの新記録もかかりますけど、後ろはね結構みんな負けたくないと言ってね必死だと思うんで、面白いインタビュー取れるように今から行ってきます。よろしくお願いします。はい、1号車です。伊勢崎スーパールーキー朝倉選手です。はい、ジュラン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、今日で無傷の負けなし12連勝、はい、ありがとうございます。青山くんの記録に今日でとりあえず、ね、はい、並びました、はい、並ぶことができましたね。今日ちょっとレースちょっとヒヤヒヤだったろう。田中哲ちゃんが昨日からもうヒヤヒヤもんのレースしかしてないんで、うん、まあちょっともう心を鬼にして入れるもんかと。なそうだな、やっぱ前選手よりこれハンデが10メートル重くなってるから、やっぱ後ろも来るのが早いもんな、はい、もう結構そうですね、早かったんで。そうだよな、びっくりはしましたね。いやけどあの辺から すごかったよ。あの一回顔見せられたらね、はい、あそこからギア2個ぐらい上げたからね。そうですね、あれきっかけで、うん、あれもっと突っ込めるんだっていうのが分かっちゃって、うん、あ、いけると思って。じゃあもうちょい早く、もうちょい、そうだな、はい、気づければそうだね、はい、これ明日の優勝戦に向けてはエンジンは何か扱うところはあるかね。いや、エンジンは特にノータッチで。ノータッチで結構いいところで。そうですね、キャブだけでいけると思います。キャブだけでね、はい。さあ、明日考えてタイヤはどうでしょう。タイヤは今、ちょうどおやすさんにいただいたのがあるので、うん、もらったもらっちゃいました。優しいな、はい、おさむさん。それでじゃあそのタイヤでね、はい、ぜひ恩返ししたいところだよな。明日、これ10後ろに、鈴木浩二さんいます。今節のスタートのキレどうでしょう。そうですね、初日がもう寝ぼけてんのかっていうぐらい遅かったんで、うん、まあ、今日は何回か練習して、うん、幽霊で練習して結構フィーリング良かったんで、結構良かった明日行けると思います。じゃあ明日そのいいイメージを、はい、な延長戦でそのまま行きます。行こう、はい、分かりました、はい、そうしましたらデビュー12連勝記録かかります、はい、2節連続完全 V、はい、優勝戦の意気込みカメラに向かってどうぞ。ですね、まあ、13連勝っていうのがちょっと緊張になるかもしれないんですけど、そこはちょっとまあ楽しめるように頑張っていきたいのと、まあ、皆さんの期待に応えられるように全力出して頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、2号車は鈴木浩二選手です。はい、浩二さん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節エンジン乗り戻って一発で答え出しましたね。正解でした、ね、正解ですね、当たりね。そうですよね、今節1着2着と来ましたけれど、エンジン感じどうですか。何も言うことないね。言うことない、乗りやすいしね、はいはいはい。じゃあこれ明日の優勝戦に向けてどこか扱う予定どうでしょう。キャブだけですね。キャブだけちょっとやるぐらいで、明日優勝戦考えてタイヤあったら教えてください。今日のタイヤでいきます。今日のタイヤで、ここは10戦単独10枚にスーパールーキーいますけど、今節のスタートのキレどうでしょう、ね、いやーいまいち切れてないんで、ちょっといまいち叩くとこまではいかないと思うんで、なるだけついておこうと思って。けど明日は浩二さんが叩いてくれたらね、結構展開面白いと思うんですけど、どうでしょう。できたら叩きますよ。ですよね、じゃあ明日しっかりスタート練習してです ね, ね、はい、じゃぜひ見せ場作ってください。じゃあ今からクラッチの掃除にして。そうですね、はい、頑張ってください。はい、はい、そうしました、優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。久々ですけど年寄りのパワーを見せます。明日も優勝を目指して頑張ります。はい、3号車金山選手です。はい、周平優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年初優出。はい。よかったね、とりあえずね。よかったっす。ほっとしてます。ね、今回、1着2着と来て、上がりも399出てます。今節走った感じ、エンジンどうでしょう。エンジンは、前回にロット変えてから、すごい上向きです。いい感じに上向いてきた感じね。うん、上向いてます。ロット感じ。明日に向けては何か扱うところどうでしょう。いやもう特にはないです。本当微調整、うん、もう時間ですね、はい、明日考えてるタイヤはどうでしょう。タイヤは、まあ、初日ので行くか、うん、今日ので行くか迷いますけど、多分今日ので今日ので行くと思います。じゃあ今日上がり399出てるんでね、うん、タイヤ大丈夫ですね。前回特選取れたやつなんで。おお、はい、じゃあこれ抜群だ。どうぞもないしないしね。わかりました。さあ、ここ20戦内訳になりました、今節のスタートのキレどうでしょうか。スタート、初日、そう、うん、いや初日に高橋恵理子選手が横でズボーって行かれたんで、はいはい、ちょっとクラッチワイヤーを変えて、今日良かった、ちょっと愕然としたんで、うん、クラッチワイヤー変えていったら結構良かった、良かったですね。じゃあここはもう内枠なんでね、
もうぜひトップスタートから、ね、行きたいですね。展開作ってください。わ、はい、かりました。そうしました。優勝戦です。意気込み、カメラに向かってどうぞ。そうですね、前にゴールデンルーキーいますけど、やっつけたいと思います。応援してください。はい、4号車田中選手です。はい、てっちゃん優勝おめでとうございます。おめでとうございます。今節からね、はい、ファンデが10枚来ましたけど、はい、もういきなり優勝戦来ました。はい、今節1着2着と来てるんですけど、エンジン感じどうですかね。エンジンは展開が、はい、全てだと思います。はい、結構展開作りやすくなった分、ちょっといい感じですね。今回何かエンジンは扱ったところありますか。整備日に下回りから組み直しました。はいはい、下回りから組み直してある程度ちょっと良くなったかなと、ね。はい、そうですね。はい、分かりました。これから優勝戦に向けては扱う予定あったら教えてください。時間帯でキャブ調整ぐらい。キャブ調整ぐらいね。はい、分かりました。さあ、今日優勝戦の、考えているタイヤはどうですか。タイヤは昨日と一緒で行こうと思います。タイヤ大丈夫で、はい、分かりました。今節のスタートのキレどうでしょう。結構切れてるように見えるんですけど。そうですね、エンジンが良くなったのか、うん、はい、それでいってる感じですか。結構いける感じですかね。はい、分かりました。はい、はい、そうしました。優勝戦です。意気込み、カメラに向かってお願いします。はい、一生懸命走ります。喧嘩って楽しんでください。はい、5号車栗原選手です。栗ちゃん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節エンジン乗り戻って、とりあえず一発で決勝来たんで、はい、結構エンジン良さそうですか、こっちの方が。こっちの方が、はい、合えば全然いいと思います。全然いい感じね。はい、これは明日の優勝戦に向けては何か調整欲しいところありますかね。はやっぱ徹夜に抜かれた後ついて落としたんですけど、うん、全然あっちの方が手前がいいんで、はい、もうちょっとパワフル、もうちょっと手前が欲しいかなって感じね。はい、じゃあその辺求めてちょっとセッティングやる感じね。セッティングとリングもちょっと考えてるんですけど。リングね。リング、はい、わ、はい、かりました。明日優勝戦考えてタイヤどうですか。タイヤ今出たのが良さそうなんで、多分それでいきます。タイヤ大丈夫。はい、大丈夫です。わかりました。ここ30戦最打ちになりました。スタート切れ教えてください。はい、スタートはまあ自分なりに普通ですけど、まあ三浦さんがめちゃくちゃ速いですもんね。これが結構かましてくる。でもこれ30だからちょっとこの、ね、なんとかしのぎたいですね。これはね、はい、ぜひ自分が主導権使って、はい、ね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、そうしました。優勝戦です。意気込み、カメラに向かってお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、6号車で鈴木正道選手です。はい、みっちゃん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やるね。今節、ね、はい、2着1着でとりあえず良かったです。優勝戦まで来ました。はい、2日間走ってエンジン感じどうでしょう。エンジンは今回ヘッド変えて、うん、まあ、初日からいいと思います。いい感じね。はい、ちょっと今日の試走36ちょっと気になったんですけど。ですね、思ったより風がすごく強くて。ああ、なるほど。乗り心地は悪くなかったんだけど、タイムが全然悪かったので、はい、じゃあちょうど試走の時にトップが吹いたって感じでいいかな。はい、わかりました。はい、はい、明日考えてタイヤどうですか。タイヤは今日のはあんまり良くなかったんで、うん、初日の方に戻していきます。今日のものとは変えるということですね。はい、わかりました。はい、さあ、ここ30戦内から2番目です。今節のスタートのキレを教えてください。スタートは、まあ、エンジンが良くなった分出ていく感じはあるので、うん、でここはちょっとね、外枠も早いけどちょっとここは ね、ちょっと自分が仕掛ける展開、はい、行きましょう。行きます。はい、わかりました。はい、そうしました。優勝戦です。意気込み、カメラに向かってどうぞ。はい、優勝を目指して一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、7号車石川選手です。はい、てっちゃん優勝おめでとうございます。はい、ます。今回優勝戦ピンピンできたのは10番てっちゃんだけなんだけど、それでよかったね。まあ、よかったですよ。ね、はい、1着1着で、はい、あれこの前若獅子行ってたんだっけ。若獅子ちょっとくすぶったもんね。全然ない、もう分かんない。いやでもやっぱ伊勢崎来たらね、やっぱ1着1着と来たんだけど、はい、これ何か今回エンジン扱ったんですか。こっち来てこっちのセット戻して、地元のセット、はい、そしたらまあ動いた、結構動いてくれて、はいはい、やっぱ伊勢崎はいいね。伊勢崎がいいだね。さあ、ここ明日優勝戦に向けては何かエンジン扱う予定どうでしょう。いや今のところはないです、うん、このまま練習行って、今のところない、はい、あとちょっとキャブとか本当微調整、はい、ちょっとやるぐらい、ね、その辺です。わかりました。さあ、明日考えてるタイヤはどうですか。は今日のでタイヤ大丈夫、はい、大丈夫です、ね、
30戦外から2番目になりました、はい、今節のスタートのキレを教えてください。いやー普通っす。普通今日ちょっと失敗しちゃったし、ちょっと浮いたけどでもあれ良かったんじゃないの。浮いちゃって、まあ、うん、はい。いやでもね、これ明日てっちゃんドカンといきゃさ、結構いいんじゃないの、うん、ドカンといかないと前が早いからさ。はい、ジュランが早い。浩平さんより先に行ったことないんだよな。明日この辺練習でてっちゃん、はい、てっちゃんもね、いい時はドカンと行くんだから。そうなんですけど ね、なかなかうまくいかないですよ。うまくいかないですか。はい、いやまあでもね、結構ある程度いいスタートは切りたいよね。はい、そうっす ね、切りたい。じゃあぜひそのまま3連勝の完全 V したいですね。行きましょう。はい、ね、はい、そうしましたら明日優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、明日も一生懸命頑張ります。はい、ここ8号車三浦選手です。はい、公平優出おめでとうございます。ありがとうございます。やはりね、連日12レースの8号車任されて、明日もちゃんとそのポジション、お見事です。なんとか、はい、ね、さあ、今節2日間2着1着ときました。エンジン感じどうですかね。そうですね、昨日リング変えて、はい、で今日バネちょっと調整して、うん、でだいぶ良くなったですね。今日上がりも385で、ね、すげえ良かったもんね。風強い割に出てたんで、いいよね、良かったですね。わかりました。明日に向けては何か調整、何か欲しいところありますか。欲しいとか、まあ、ちょっと立ち上がりのタイヤかかりが悪いんで、うん、はいはい、タイヤだけちょっと当てて、良さそうだったらそれでいこうかなと思ってるんですけど。それでね、はい、じゃあ今日のものとはタイヤ変えるということ。変えていくつもりです。いい感じでね、はい、わかりました。ここ30戦大外になりました。今節のスタートのキレはどうですか。そうですね、今日はすごいいいスタート切れたんで、初で飲み込んだもんね。今日ぐらい伸びてくれればいいんですけど、明日もじゃあそんな感じ、まあもちろんそこ目指して、ね、イメージでね、わ、はい、かりました。はい、はい、そうしましたら今節のラスボス三浦選手、意気込みカメラに向かってお願いします。はい、優勝戦優勝目指して頑張ります。応援してください。